はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。はい、本日は、カンボジア、シアヌークビルにいます。はい、前回ですけど間違えてですね、シアヌークビルの、ね、島巡りをしましたけど、今回はね間違いなくねロンアイランドにね今から向かいます。それではねロンアイランドの様子、ロンアイランドの、様子をねご紹介したいと思います。はいはい、前回失敗したんでね、今回はね、スタッフのね、中君に、ついてきてもらうことになりました。行ってきます。はい、ここでチケットを買います。前回みたいにね、間違いないように今回はね必ずロンアイランドに行きます。はい、チケットください。お前ピースじゃないよお前。前回騙された船だよ、これは。はい、今回の船はこれです。そうだと思いますよね。はい、うん、なんか結構ねスピード出そうで迫力あってね楽しみです。
ホテル併設の、レストランと、プライベートビーチです。はい、非常にねもう欧米人が多くてね雰囲気いいです。最高、これは本当、もう最高。はい、ロン島がですね、もう美しい島、そして人気があるね、一番の理由はこのビーチサイドの、ホワイトサウンド、白い砂です。今日は日差しが強いので、ホワイトサウンドが画像から分かるかどうか分かりませんけども、裸足で歩けるのがですね、もうロン島のね、最高のところだと思います。ランチはね、ハンバーガーです。最高じゃないですか、この風景で。いただきます。はい、味の方はね、パンの方がちょっとパスパスしてます。はい、ここね、欧米人の経営の店なんですけども、はい、欧米人はあの日本みたいなもちもちしたパンよりも、こういうパスパスっとしたね、パンの方が、好きなので、こういう味だと思うんですけど、まあこのビーチ沿いでね、なんかこういうちょっとワイルドな味はね、非常に、ね、あのマッチしてると思います。非常に美味しいです。はい、ドリンクはね、ココナッツです。はい、ビーチサイドですけども、欧米人の方が非常に多いです。そしてね、非常にね、このバカンスをね、楽しまれております。カンボジア全体的にですね、今ね、本当欧米人の方がね、非常に生活をね、楽しんでるっていうのがね、よくわかります。やはりね、本国の方がもう非常にコロナの感染の猛威を襲ってますのでね、そこからしますと、カンボジアは非常にね、信じられないぐらいね、もう普通に生活が遅れて、かつね、今、寒い時期を避けて、暖かいね、こういう海でね、泳げる時期ですからね、まず欧米人の気持ちね、非常にわかります。はい、カンボジアシアヌクビルのロン島をご紹介させていただきましたけど、いかがでしたでしょうか。ジェットタニはですね、5年ぶりになります。2015年に一度来たきりでした。はい、その時来た目的がですね、このなんとこのロン島の3分の1を購入しないかというね、投資話を持ってきてもらって、現地に来たんですけども、私基本的にはリゾートはね、全くやる気がありませんので、はい、ですからもう当時から比べたらすごい値段ね、上がってますけどもね、もうタラネバの話をしてもね、何も悔しくはありません。観光はね、まだまだ伸びると思います。はい、コロナの影響で店はね、閉まっているところもありますけどもね、ここは絶対ね、潜在、力がね、非常にあると思います。で2015年はですね、カンボジアのシアヌクビルの警察署長がですね、大佐ここは遊びに行かない方がいいよと、なぜならば、警察官が一人も常駐してなくて、で事件が発生してもね、船で行くのに1時間以上かかるからね、もう安全が確保できないから絶対行っちゃダメっていうふうに言われてましたけど、現在は、交番ができて警察官がね、常駐しておりますのでね、そういうセキュリティの面で不安になることがだいぶ解消されていると思います。はい、非常にね、こういう海の、観光資源というのは非常にね、大事にしていくべきだと思います。当時の判断にもなると思います。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回チャンネル更新を お待ちください。よろしければ、チャンネル登録と高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。はい、じゃあ今から海に飛び込んでまいります。